当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて、今回のお話は。カナダには数多くの湖があり、この土地の先住民たちは、その湖の一つ一つに巨大な怪物が住んでいると信じている。そんな中、以前ご紹介したオカナガンコの未確認生物、オゴポゴに次いで、有名な水生未確認生物、マニポゴと呼ばれる海生物が、カナダ中南部、マニトバ湖に生息しているのだという。今回は、このマニトバ湖の水生未確認生物、マニポゴについてご紹介しよう。カナダ、マニトバ州南部にある、同州最大の都市、ウィニペグの北西に位置する、マニトバ湖。この国で、13番目に大きい湖であり、南北およそ20キロ、面積は4624平方キロメートルに達する細長い形状をした湖である。この湖には、古くから先住民クリー族の間で、マニポゴと呼ばれる怪物の伝説が語り継がれているのだという。1936年、オスカー・フレドリクソンという漁師が、マニトバ湖で漁をしていたところ、それまで見たこともない、奇妙な骨が漁業用の網にかかっていたのを発見。フレドリクソンはそれを持ち帰り、関係機関に鑑定に出そうとしていた矢先、フルの火事により消失。その後、フレドリクソンは木材でその骨の模型を再現し、それをマニトバ大学の J.A. マクラウド博士の元へと持ち込み、鑑定を受けた。結果は首長竜の脊椎であろうと推測されたのだという。この件をきっかけに、マニトバ湖には、首長竜の生き残りが生息していて、それが古代から目撃されている、マニポゴと呼ばれる、謎の生物の、その正体ではないかと、世間から注目された。次に、マニポゴの身体的特徴についてご紹介しよう。全長およそ4メートルから15メートル、体は、ヘビやウナギのような、細長い形状をしていて、上下にくねらせて泳ぐのだという。また、体色は黒っぽい茶色で、背中にはコブがある。さらに、頭部には一本の角があり、小さくて平たい顔面は羊や馬に似ている。そして、その口にはチョウザメのような歯を持ち、恐竜のような鳴き声で鳴くのだと言われている。20世紀初頭より、湖面に巨大な海生物が泳いでいる姿を目撃され、それ以来、数多くの目撃情報が報告されている。次に、マニポゴの記録に残る目撃情報についてご紹介しよう。1935年、マニトバ湖を訪れていた材木検査官、C.F. ロスは友人と、頭部に一本の角を持ち、小さく平らな頭を持つ、謎の生物を湖面に目撃。彼らには、それが、戦士時代の恐竜のように見えたのだという。また、1948年、この湖を訪れていた C.P.R. リックは、湖面に、およそ2メートルの首を出し、恐竜のような方向を上げる謎の生物を目撃した。さらに、1957年、ルイ・ベルチャーと、エディ・ニパニクという二人の旅行者が、マニトバ湖を訪れた際、巨大な蛇のような謎の生物が、およそ1メートル首を湖面から浮上させ、すぐに潜水。それを複数回繰り返しながら泳ぐ姿を目撃している。1960年8月10日には、土地検査官のトム・ロックが、マニトバ湖のほとりから、湖面を泳ぐ3匹の謎の巨大生物を目撃。そして、1962年8月12日、午後4時ごろ、マニトバ湖で釣りをしていた、リチャード・ヴィンセントと、ジョン・コンフォールという地元の二人の男性が、ボートから、およそ300メートル離れた湖面に、全長およそ4メートルから15メートルの、黒く巨大な蛇のような生物が、体を上下にくねらせて泳ぐ姿を目撃。また、この時、彼らは、写真を撮影するために、その生物を追いかけたところ、それは素早く、10馬力のボートでは追いつけず、数メートル離れたところから、ぼやけた写真を撮影することしかできなかった。さらに、同年、この湖を訪れていたストップル夫妻が、ボートから、
およそ10メートル先の湖面に爬虫類のような頭部を出す巨大な生物を目撃した。また1989年ミネアポリスから訪れていたショーン・スミスとその家族がマニトバ湖でほとりのシャローポイントキャンプ場でキャンプをしていたところ、岸からおよそ25メートル先の湖面に複数のコブのような物体を目撃した。1997年にはケベック州から訪れ、この湖近隣のランダービーチキャンプ場でキャンプをしていた人々が岸から100メートル離れた湖面に巨大な爬虫類のような頭部を持つ謎の生物が体を上下にくねらせて泳ぐ姿を目撃した。近年では2004年マニトバ湖の漁師キース・ハーデンが湖のナローズ付近に設置していた漁網にサメかシャチのような巨大な生物がかかっているのを目撃。ハーデンは生物を捕獲しようと試みたのだが、この生物により網が引き裂かれ逃げられてしまったのだという。また2009年マニトバ湖ツインレイクスビーチ湖畔のコテージから数百メートル離れた湖面に巨大な謎の生物が泳ぐ姿をコテージに宿泊していた複数の人々が目撃した。さらに2011年、この年の洪水で被害に遭ったマニトバ湖の複数のエリアを警備員が巡回していたところ、湖面にいくつかのコブのようなものがあるのを目撃。そのコブのようなものは水面を浮上、水没を繰り返していたのだという。そして2012年8月9日午後9時ごろ、マニトバ湖ツインビーチロードから見える湖面に水面から浮上したチョウザメのような歯とギザギザとした背中を持つ謎の生物が目撃された。マニポ語のその正体については、巨大化したウナギやヘビといった基地生物からプレシオサウルスなどの古代の水生爬虫類の生き残りといったものや、およそ4000万年前の温暖な海に生息していた原始クジラ類の一種バシロサウルスの生き残りなどが有力視されている。いかがだったでしょうか。このマニポゴという未確認生物、なんだか惜しいですね。カナダではオモポゴの二番煎じ的な扱いをされていることが多いですが、1936年のオスカー・フレドリクソンが寮で発見した謎の生物の骨、これが消失しなければもっと注目され、マニポゴのその正体に一歩近づけたのかもしれません。また1948年この湖を訪れていた CPR リックが聞いたという恐竜のような鳴き声、ドロップはこれが気になりますね。私は恐竜の声を聞いたことがございませんので、どうして恐竜のような声だと表現できたのかと。しかしこの生物、目撃情報が多いですね。抜粋しただけでもかなりの数ございます。これらの目撃情報からしても、このマニトバ湖には何らかの巨大水生生物がいることは間違いなさそうですが、皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またお会いしましょう。